こんにちは、旅会病院の院長の川西です。8月のスローガンは元気で長生きのためにできることにしようと思います。当院では皆さん方の元気で長生きのためにいろいろな検査を実施することができます。で、8月からはですね、皆さんに定期的な検査の必要性についてスタッフ全員で関わっていくということを目標にしていこうと思います。その中で院内の掲示板にも貼っていますけれども、こういった形で皆さんにお伝えしています。当院をいつもご利用いただきありがとうございます。当院では受診者や地域の方の元気で長生きを実現するため、笑顔と感動にあふれる緑愛病院を目指しスタッフ一同頑張っています。今回皆さんにお勧めするのは、慢性疾患、高血圧、糖尿病、高脂血症、肝臓病などで通院中の方々への定期検査です。定期検査の目的にはいろいろあります。治療による効果を判定するのはもちろん、病気に関連して発生する合併症を早期に発見して悪化しないようにすること、また薬による副作用を早期に発見することなどがよく言われるところです。当院もその目的で検査をお勧めしてきました。採血や尿の検査となることが多いのです。しかし近年、胃がん、大腸がん、肺がんなどがんの病気で亡くなる患者さんが増え続けており、がんについてはがん検診を受けるようお勧めしてきていますが、それでも受診のきっかけが難しく受けていない方が多いことが分かってきました。そこで慢性疾患の患者さんはがんの危険性が増していることも指摘されるようになってきていますので、それらを発見するための検査も進めていくことになりました。もちろん病気の状態によっても定期的な検査の間隔が違うので、最終的には主治医の判断となります。それぞれの検査で何が分かるか、その必要性などについてもスタッフにぜひご確認していただければ幸いです。ぜひこの機会に検査の必要性を認識して検査を受けていただければと思います。もちろん他の場所で受けていたり検査はしたくないなどの場合は断っていただいて構いません。当院を活用して元気で長生きを実現するための一つの方法としてご理解いただければと思います。こういった形で皆さんの元気で長生きのサポート、これからも続けていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。あと今度ですね、9月の13日には緑愛健康祭りを企画しています。日曜日の10時から2時ですが、妖怪ウォッチの9時なんかもありますので、ぜひ健康についての理解を深めるための一つのお祭りを活用していただければと思います。どうか今月もよろしくお願いします。こんにちは、緑愛病院の院長の川西です。8月のスローガンは元気で長生きのためにできることにしようと思います。当院では皆さん方の元気で長生きのためにいろいろな検査を実施することができます。で、8月からはですね、皆さんに定期的な検査の必要性についてスタッフ全員で関わっていくということを目標にしていこうと思います。その中で院内の掲示板にも貼っていますけれども、こういった形で皆さんにお伝えしています。当院をいつもご利用いただきありがとうございます。当院では受診者や地域の方の元気で長生きを実現するため、笑顔と感動にあふれる緑愛病院を目指しスタッフ一同頑張っています。今回皆さんにお勧めするのは、慢性疾患、高血圧、糖尿病、高脂血症、肝臓病などで通院中の方々への定期検査です。定期検査の目的にはいろいろあります。
治療による効果を判定するのはもちろん、病気に関連して発生する合併症を早期に発見して悪化しないようにすること、また薬による副作用を早期に発見することなどがよく言われるところです。当院もその目的で検査をお勧めしてきました。採血や尿の検査となることが多いのです。しかし近年、胃がん、大腸がん、肺がんなどがんの病気で亡くなる患者さんが増え続けており、がんについてはがん検診を受けるようお勧めしてきていますが、それでも受診のきっかけが難しく受けていない方が多いことが分かってきました。そこで慢性疾患の患者さんはがんの危険性が増していることも指摘されるようになってきていますので、それらを発見するための検査も進めていくことになりました。もちろん病気の状態によっても定期的な検査の間隔が違うので、最終的には主治医の判断となります。それぞれの検査で何が分かるか、その必要性などについてもスタッフにぜひご確認していただければ幸いです。ぜひこの機会に検査の必要性を認識して検査を受けていただければと思います。もちろん他の場所で受けていたり検査はしたくないなどの場合は断っていただいて構いません。当院を活用して元気で長生きを実現するための一つの方法としてご理解いただければと思います。こういった形で皆さんの元気で長生きのサポート、これからも続けていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。あと今度ですね、9月の13日には緑愛健康祭りを企画しています。日曜日の10時から2時ですが、妖怪ウォッチの9時なんかもありますので、ぜひ健康についての理解を深めるための一つのお祭りを活用していただければと思います。どうか今月もよろしくお願いします。